ブリー買ったからちょっとね、みんな行きたいあるところに行ってみようかなと思っております。もう新車買ったらあそこ行くしかないでしょう。それじゃあ行ってみよう。ということでね、もうちょっとで着きます。やっぱりね、新しい車買ったらみんなね、カー用品欲しくなりますよね。うん、猫もね、やっぱりね、新車エブリィ納車したからね、すんごいいろんなね、カー用品欲しくなっちゃったんですよ。それでね、ずっとね、来ようか来ようか迷ってた場所、まあ、ちょっと前にね、リニューアルオープンした東雲のエピットっていうね、オートバックスですね。オートバックスに今日はね、行ってみようかなと思っております。多分あと 300m ぐらいで着くんじゃないかな。うん、ナビだとね 300m になってる。うん、お、看板が見えましたね。左手方向にエピット。ここなんでエピットって言うんだろうね。以前ね、来たことあるんだけど、かなり広かったんですよね。だいぶ建物も綺麗になってるっぽいですね。おお、左手全部オートバックスですよ。どうやって入るんだろう。そこを左かな。ちょっと入ってみましょうか。あ、ライコランドもありますね。バイク好きだったらみんな知ってますよね、ライコランド。よし、じゃあ左入ってみます。駐車場の入り口同じかな。同じっぽいね。うわ、見えてきた見えてきた。多分ここがエピットとライコランド、共用の駐車場だと思います。ちょっと見てみましょうか。うわ、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。もういい感じ。よし、じゃあ駐車券取ってみましょう。最初の1時間は無料だって。で、2000円以上お買い上げで2時間無料って書いてます。かな。今日はライコランドじゃなくてエピットオートバックスの方に行ってみたいと思います。この辺止めようかな。わあ、すごいすごい車がいっぱい止まってる。どうしようかな、どの辺止めよう。なんかちょっとこわもての感じの車も止まってますね。この辺に止めようかな。わあ、すごい、ピットも明るいですね。めちゃくちゃ綺麗。普通に止めようかな。お、すごい、これ電気自動車。普通予約車両の駐車場か。はいはいはい、ここ入れちゃまずいですね。どこ入れよう。どこ入れればいいの。ちょっと新参者はなるべく遠くに駐車しましょうか。おし、じゃあこの辺に止めてみましょうか。よいしょ、もうハイエースの隣、ジムニーとハイエースの隣に止めちゃおうかな。はい、ようやく到着しました。あー、疲れた。意外とね、混んでましたよ道。それじゃあね、店内の方にね、入ってみたいと思います。はい、ということでね、今ね、オートバックスエピット東雲に行ってきました。でね、本音言うと、ベコね、実はエブリィのアームレストを欲しかったんですよね。で、物いっぱいあったんですけど、なかなかね、ちょっとね、エブリィにぴったり合うようなね、アームレストが置いてなかったんですよね。確かに。でもね、キャンプ用品とか、あとドローンとかアクションカムとか、そんなものまでね、置いてあって、ガジェットと車をね、融合させたチャンネルにしたいと思ってるんで、めちゃくちゃ楽しめました。でね、アームレスト買えなかったので、こちら、はい、ドゥルンと、一応、商品買ってきました。はい。まずね、
1個目が、はい、こちら、はい、デデンと、これね、ゴードンミラーっていうね、オートバックのオリジナルブランドなんですけど、前回ね、カートラジャパンに行った時に、このね、ゴードンミラーのブースがあったんですよ。でね、そのブースがね、めちゃくちゃかっこよくて、もうずっとゴードンミラーの何か商品欲しいなと思って、たまたまね、見つけてきたんで、これ購入しました。これね、後ろひっくり返すとこんな感じ。うん、ボトルティッシュですね。うん。これね、なんかドリンクホルダーにちょこんと置いてあったら可愛いですよね。うん。まあ、ちょっとね、金額はね、普通のティッシュよりは高いんですけど、でもまあね、インテリアとしてはありかなと思います。で、もう一個が、はい、こちら、はい、ドゥルンと、こちらね、ゴードンミラーの、まあ、スプレーですよね。ポシュポシュポシュってあるスプレー。うん。これもね、うん、見た目、可愛いですよね。うん。アメリカのなんか、ガレージ系の用品っぽい感じ出てますよね。うん。これなかなかおしゃれですよね。うん。で、結構ね、これね、何に使うかなと思ってるかっていうと、このね、はい、ドゥルンとリセッシュ。リセッシュをこのままなんかね、車にスポンって置いとく、まあ、ありっちゃありなんだけど、なんかね、こんな感じのね、おしゃれのね、ボトルに入れられたらなと思ってこれ買ってきました。多分、この2つ、オートバックスのオリジナルブランド、PB 商品だから、どこのオートバックスに行っても多分あると思うんだよね。ここ、せっかくここ来たのに、なんかちょっともったいない気しますよね。できればここしか売ってないような商品欲しかったんだけど、ちょっとね、結構広くて、全部回るのは大変だったかな。あんまりちょっと時間がなかったからね。うん。はい、ということでね、今回は、オートバックス、A ピット、白の雨店に来てみました。いやー、やっぱり車買うと、こういうところ来ると面白いですね。はい。ということでね、皆さんの 何かの参考になれば幸いだと思っております。はい。でね、この動画がね、もしね、面白かったよって思ってくれたら、ぜひ、いいね評価と、チャンネル登録お願いします。それじゃあ、今回はこの辺で、バイバイ。